突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、信号待ちしながらかな。こちらは司会くるみさん、ゲスト石渡塾長の雷 n 36を100倍楽しむための動画で、その中で平本蓮選手 VS 怪物くんのパートになった時に、くるみさんに、平本蓮選手、警部ジム来てますかと言われ、石渡塾長。前回の試合の後、 1>, 1回だけ来ましたが、その後来てないですと言っておりました。ただ、この間の敗戦の後、僕はこういう試合をした方がいいよ。でも、どこで練習してもいいよ。と、石渡り塾長、気配りの一言も入れておいたそうです。大人ですね。なので、セコンドにはつかないです。喧嘩したとかではないです。とのこと。そして、この試合はお互い分からないところでは戦わないので、間違いなく打撃戦になると。 怪物くんは力強い打撃でガンガン前に出てくると思う。平本蓮選手は間を抜くような打撃なのでタックルを混ぜるなら平本蓮選手有利。怪物くんは突進してきてそれを止める手立てがないのでいつか捕まってしまう。なのでそこでタックルを入れれるかどうかが鍵。純粋な打撃のやり取りなら後半怪物くんがビッグヒットを当てる確率が高そう。組み技の選択があるのは平本蓮選手の方。 怪物君には難しいとと思うと石渡塾長が見ていた平本蓮選手は強いところは本当に強いが穴はたくさんあるということでしたそしてメイン朝倉海選手 VS 韓国の4戦全勝バックボーンはキックボクシングのヤン・ジヨン選手石渡塾長は「来人さんやってしまいましたな」とたまに超強い無名の韓国人いる説 僕もちょうどこんな成績の若手時代のコリアンゾンビことジョン・チャンソン選手や朝倉ミクル選手をロード FC で葬っているイ・ギルー選手と、よっしゃ、やったろかい、と、試合前は意気揚々と望み、苦しめられました。なので、ヤン・ジヨン選手も強いかもしれない。ベラトールの選手より無名の韓国人危ない。朝倉海選手気づいてなかったら危ない。 ただ、朝倉海選手、アメリカへ行って、テイクダウンを覚えてきたようだし、寝かせてしまえば大丈夫なんじゃないかな。でも、殴り合いになれば、パンチは絶対にもらうであろう、と。勝敗予想としては、朝倉海選手の KO 勝ちということでした。そしてなんと、今回会場となる沖縄アリーナは完全キャッシュレス決済で、現金が使用できないようです。東京ドームもそうだと聞きますね。 来時もファイトパスになったらまず月額料金で登録しないと大会のペーパービュー買えなくてその月額会員になるのに今度はクレジットカードが必要なのでこれから見ようと思ったらもう現金のみの人は無理になっていきましたねまだアスカパーでは見れるのでそっちがギリ残っているといえば残ってはいるんですが続きましてこちらは昨日行われた平本蓮選手の TikTok ライブからなります まず、前線の2試合は自分の強さを出せなかったが、今回は強さを出せるその時、ここで出せる。練習内容については言えない。試合当日を楽しみにしててくれとしか言えない。前は試合となって力が入っていたが、今回はスパンが短いので変な緊張感がなくていい。前回は組を狙っていく作戦だったが、今回はそれを取っ払って、打撃だけでいきます。試合でごちゃごちゃした時の、 喧嘩感をつけなきゃいけないと思いそこに重点を置いて練習をしてきたのでそれが出ると思う怪物くんが倒そうとしてきたら耐えるもし倒されたら立てばいいどんな展開でも勝利をつかむ絶対勝つとりあえず絶対勝つそして石渡塾長が平本連選手はケーブには前回の試合のあと1回来たがその後は来てない と言ってていいたことについては平本連選手そうですね、一回言ってからずっと言ってないですね、次の相手が鈴木、ストライカーというのがある、総合格闘技ということで、たくさんいろんなことをやりたくなっちゃうので、一つの作戦に絞るように練習環境も絞って、自分の中でも試してる期間でもあるんで、ということのようです。 先ほどの石渡塾長の話だと平本蓮選手が組に行けば有利に戦えるということでしたが逆に怪物君の組が来たらどうするかというほどに今回はストライキングで行くようですのでその判断がどうなるかと平本蓮選手この後さらにとりあえず打撃で行きますと念をしでラスト天心武が終わって朝倉兄弟が終わって次は平本蓮の時代ですニコということでしたはい でももちろんここまでお膳立てしておいて本番組に行くというね選択肢もない話じゃないとは思いますさあどうなるか海外ブックメーカーベッドチャンネルでは今回どっちの勝ち負けだけでオッズ出てまして普通はラウンド内決着とか判定決着とかまでね当てなければいけないんですが平本蓮選手の勝ちが2.67倍で怪物くんが1.45倍になっておりましたそして平本蓮選手 気づいたら2日後に24歳成人迎えて4年かっこいいことを言いたいけど今回は死ぬ気で勝ちに行くとも投稿しておりますそしてこちらは朝倉海選手の昨日のインスタライブになりましてサったり選手の話になり朝倉海選手今一緒に練習してますんで知ってる中というわけでやばいおかしい週2回ぐらいスパーしていて思いっきり殴ってこいと言われて本気で行くけど当たらない 体重差、あれだけあるのに、普通にテクニックでいなされる。勝てる人、いないんじゃないかなということでした。これ、サッタリ選手85キロで、まあ、試合の時ではありますが、朝倉海選手61キロで、これですから、朝倉未来選手、VS メイウェザー選手、本当に当たんないんでしょうね。体重差はこれほどなく、さらにメイウェザー選手の土俵、で、テクニックも当然、サッタリ選手よりあるでしょうし、そして朝倉海選手の YouTube スタッフの風間くんやめちゃうようです。 理由知ってる人を教えてください。どっかで語られてるみたいなんですが、私ちょっと分からなくて。そして、ドバリシビリ選手とジョゼ・アルド選手、試合決定しましたが、その前からこのマッチメイクについては聞かされていて、マジかと震えたそうです。やばいとも。そして、そのジョゼ・アルド選手と過去試合している庄司さんもやばいと。そして、インスタライブ特集ということで、 ベーノア選手と和島ひろみ選手、ザマッチで戦ったこの二人でインスタライブやってくれておりまして、どうやら和島ひろみ選手がベーノア選手のお見舞いに行ったようで、車中からの配信でした。ベーノア選手は、あんま覚えてないんですけど、最高でした、と。そして和島ひろみ選手、ベーノア選手の目にパンチを入れてしまったことを、ごめんなさい。でも、目には、押す、じゃなくて、メスを入れてください、と言い、ベイノア選手は、やかましいわ。 和島宏美選手は会見の時から押すを感じていてというと、ベーノア選手も僕もです。一つだけ対抗戦感のない煽りになってましたけど、と、はい、私ここで爆笑しました。確かにここだけ和島宏美選手も会見の時とかニヤニヤしてましたし、緩かったですよね。ベーノア選手はポップだったと、その時のことを公表しておりました。そして和島選手、八橋などのお土産を渡し、和島選手は おかげさまで、ここのところぐいぐい来てます。と。ベイノワ選手は、僕の負傷した右目と引き換えに、フォロワーゲットですかと。和島選手は、団体が違うから、仲良くなれるというのもあると、お互いの腕をクロスさせての、押す。なども披露しておりました。はい、ベイノワ選手、ネギマジン選手にドミネーター選手、武田浩次選手に和島ひろ美選手と、対戦相手、全員仲良くなっております。 特殊能力ですね。本当に性格いいんでしょうね。おっす。続きましてこちらはアンポールキャス選手の「ザマッチを終えて思うこと」というタイトルの動画になります。アンポールキャス選手。YouTube をずっと上げてなかったのは練習に集中するためでした。その成果もあってか一応勝ててほっとしている。山田康成選手はマジで強かった。認める。もともと一階級下なのに、体重の言い訳もせず、チャンピオンの振る舞いだと思った。 納豆は YouTube でコラボしたときに食べさそうと思ったが勝手に食べよった。笑い。1万人、いいねも集めていてフォロワーも10倍になっていた。世間が認める男だと思う。対戦してくれてありがとうございました。俺も減量は限界の限界までやって落とした。結果、前日の記者会見では声がかすれてしまったが、当日は調子良くてその影響はなかった。自分はこれまではスタートダッシュのタイプの選手だったが、 今回はウィラサクレックジムへの出稽古などのおかげでスタミナが全く落ちなかった。判定決着で競り勝てたことで自信になった。そしてザマッチ総売り上げ50億円以上ということについてはもっと選手に還元しろよという気持ちは正直ある。俺がもっと欲しいとかではなくじゃないと新しい芽が育たない。今の子供たちが目指さない。メインの2人は当然数億でその下の選手たちも 4桁はもらってほしいという気持ちがあると。ということは今回のファイトマネ、セミメインから下の選手たちは数百万円止まりで、1000万円は言ってないということですかね。そしてこれまでずっと次は格闘技界の顔になりたいと言っていたが、今は絶対になるという気持ちに変わっている。ザマッチ1回で終わってほしくないし、アンポルキやメインでやってもいいと思われるような選手にならないといけないと思っている。 なので人としても選手としても成長していきたいザマッチは2年に1回とかあってもいい個人競技だがチームがあるといった感じで野球みたいだった試合に限らず YouTube の発信であったり自分の考え方だったり変えていきたい成長させてもらってザマッチには感謝している平本蓮選手と当初試合するという話があったがやっていたらもっと盛り上がったと思うが山田選手でよかったやってくれてありがとう 試合後の平本蓮選手については好きな子にちょっかい出すみたいな感じで可愛いと思ったのでこっちから飯行こうと誘った今は嫌いとかではなくていい関係だと思うがそれより平本蓮と試合をしたいが彼は MMA ファイターになったのでこっちから立ち技でやろうよというのもダサいしそこは平本蓮に限らず原口健人選手や何やでもタイミングが合えばやりたい今は自分が上に行くことよりも 格闘技界全体を上に引き上げたい。そういう感覚に変わってきている。ザ・マッチが安保を変えましたね。と。そして、この YouTube の動画は3日ほど前のものになるんですが、この撮影の次の日はおじいちゃんの家に行きます。祖父母高校と。そして、格闘技界会の顔になると言った以上は、YouTube も再生数が取れればいいとかではなく、子どもたちが格闘家を目指したくなるような動画にしていかなければいけないが、 そこはまだまだ自分も甘いと思うし、それでも見てもらえるものを目指しますということでした。昔、アンポルキア選手が喧嘩自慢したときに、マサトさんが苦言を呈しましたが、アンポルキア選手自覚が芽生えて、チャンピオンの振る舞いになってきましたね。今はチャンピオンではないんですが。そしてですね、さらに昨日は K1 ありまして、中継にアンポルキア選手がバッドボーイズのサダさんと共に登場しまして、その時の足元が、 サンダルに靴下履きだったんですね。それを平本蓮選手に、このサンダルに、この靴下はないやろ、と突っ込まれまして、するとすぐに裸足にサンダルに履き替えまして、平本蓮選手はそれに対して、えらいやん、とツイートし直しておりました。はい。アンポールキア選手、一度格闘技やめて、矢沢英吉さんの成り上がりを読んで、 再び始めてとありますが気持ちと覚悟の力それに実行力もあるんでこのように次々違う自分になれるんでしょうねあと純粋なんでしょうねやっぱ基本沸き起こるパワーみたいなのがあればその方向性を変えてやればいいと思うんですがそれが元々なかったり少ない人もいるんでそういう人には格闘技とかあと笑ったりするのもいいのでお笑いとかで燃料を燃やすというのがいいと思います アンポルキア選手、どんどんんイケメンになってきてきおります。続きましてこちらは大会1試合目を任せられた鈴木正彦選手山口兄弟京谷佑樹選手らとやっているチャーリーチャンネルからでまずめちゃめちゃ緊張した金子明宏選手 K1 王者の意地と強さを感じたジャブがうまく結構食らった見ようと思って下がっていたら行くとこ行けずにそこは反省と。 そして他の試合についてもこのメンバーで話してくれてまして、黒田斗真選手 VS 風音選手で、風根に延長で勝てる奴はおらん。スタミナお化けだし、気持ちがえぐいと。しかし、京谷選手は黒田斗真選手と同じフロアに泊まっていたらしく、黒田斗真選手が近くにいて、どっかのジムの人といて、その人が、あれ、お前の勝ちだろと言って、全然納得してなかったんですよ。 そういう場面は目撃したようです。そして、ベイノア選手の髪型は、ウィル・スミスと一緒だと。はい、確かにね。あれ、こないだコメント欄で教えてもらったんですが、イージーパーマというらしいですよ。そして、今度の8月、グローリーとの対抗戦で、原口健人選手 VS、ペットパノムルンキャットムーカオ選手戦の2、絶対あると思うとも話しておりました。これは熱いですね。そして、ザマッチ前まで、 これまでタケル選手に勝った唯一の男としても知られている京谷祐樹選手、裏話があるとしまして、本当はタケルに勝った唯一の男と言われるのが嫌で、みんなベルトを持ってるのに、俺だけは持ってないし、すぐしょうもない試合しやがってとか言われるし、こんなことならあの試合、勝たなくて負けてればよかったとさえ思った時があった。そして試合後、天心君と会場で会い、これで俺ももう。 唯一勝った男と言われなくて済むと思っていたら、那須川天心くんのお父さん、那須川会長が、こいつは1ラウンドで勝って、天心は判定と言われて、もうそれはええやんと思ったと。でもこれでもう言われんで良くなったと思うと、本当に嬉しかったということでした。苦悩があったようです。そして先ほどちらりと話題に出ましたが、K1、昨日ありまして、昨日の大会は K1 初の 女子のみの試合でした。ざーっと結果のみで。まず、青木真也選手もルックス的に好みで、好きと公言しているチャンリー選手、元幼稚園の先生ですね。VS 月進会チーム侍のライカー選手、17歳で、ここは2ラウンド、チャンリー選手の左フック一戦 k を勝利。そして、アトム級グランプリが行われ、1回戦、シュートボクシングから移籍してきて、 菅原美悠選手とここまで1勝1敗、ここで最終決着かと期待されていた美桜選手がタイのパイーフォンアユタヤファイトジム選手にフルマークで判定負け。で、その菅原美悠選手が勝ち抜いてきて2人決勝で当たり、なんと延長までもつれ込みましたが、パイーフォン選手が判定2-1で制し、女子初代アトム級王者に輝きました。3ラウンド。 パヤーホン選手の肘で菅原美夢選手、眉間の辺りから出血などアクシデントもあり、劣勢ながら延長まで行きチャンスだったんですが、パイアーホン選手の無栄隊の前に残念な結果となってしまいました、鬼のミドルが印象的でした菅原美夢選手は、試合後、自身が会場の廊下で泣き崩れているところの写真を添付し、対戦してくださった松谷選手、パイアーホン選手、応援してくださった皆様、 本当にありがとうございました。負けました。たくさんの方に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。とツイートしております。そしてもう一つ、ここまで10連勝中、みんな大好き、高梨ナックル美穂選手が、まだ3戦目となる、トルコのエリバン・バルト選手に、こちらもまさかの判定3-0での敗戦を期してしまいました。これは超番狂わせでしたね。 前蹴りうまく高梨選手中に入らせてもらえませんでした初の黒星試合後負けました何もできなかった絶対に強くなってリングに戻ってくるとツイートしておりますそして青木慎也選手今回の女子のみの K1 を総評してツイッターで女子は K1 にならないんだよなぁとツイートしておりますはいこれはノックダウンなどが少ないことを指していると思われます一般の方たちからは 兄貴、ストッパー解放しすぎです、笑いとか、それは言わない約束だよ、点々点とか、9割判定のような気がするなどのコメントが届いておりました。そして、昨日は PFL、工藤涼二選手の試合もありました。 工藤選手はシュートでサスケ選手とタイトルマッチを争った選手で、その後ワンを目指していたのですが、いろいろありまして、今は PFL に。PFL には過去河奈店長祐樹選手と石井聡選手も参戦しております。PFL は唯一野球のようにシーズン方式を採用していて、 勝ち方などによりポイントが与えられ成績がいいとレギュラーシーズンからプレーオフに進むことができてそして最後はチャンピオンシップで競い合うという形式になっておりましてそこのフェザー級エントリー工藤選手前回判定負けしていて上に進むのには KO1 本での勝利が必須でして 今回どうなったかと言いますと、試合はラストのところだけ見ましたが、1ラウンド、工藤選手の右の速いオーバーハンドが相手の顎を捉え、失神、見事 KO 勝利となりました。さらに1ラウンドでの勝利で、それによりプラスアルファでポイントはアップし、6点というものが入りまして、プレイオフ進出が決定いたしました。勝利した工藤選手は、インスタにて、試合は1ラウンド2分52秒、KO 勝ちでした。 よってイギリスで行われるプレイオフ進出も決定しました。今回代表の長男さんに試合前の調整から水抜き、またセコンドまで付きっきりでサポートしていただきました。本当にありがとうございました。長男さんとの最終調整の中で、自分はまだまだ覚えるべき技術がたくさんあることに気がつきました。それはまだ伸びしろがあるということでもあります。これからも長男さんのご指導の中、強くなり、次のプレイオフで最高のパフォーマンスができるよう頑張ります。 応援ありがとうございましたと、はい、喜びを爆発させておりましたそうですね大逆転で切符をつかんだわけですから確かね2ラウンドでもダメだったような気がしますそれを2分52秒1ラウンドのところで残り8秒のところでもぎ取ったとそしてこちらは亀田家三男智樹選手日刊スポーツさんの取材インタビューにこう答えております 亀田智樹選手、現在は WBA のスーパーバンタム級の3位で、次戦はジム移籍初戦で、ドミニカの選手との10回戦での試合が決まってるんですが、すでにその先のことも考えているようで、ナスカ天心選手のボクシング転向について、ボクシング界が盛り上がるならやりたい。違うジャンルから出てくる選手がいないと盛り上がらない。自分はその壁になりたい。自分はもう2回ベルトを取っているし、 それとは関係なく、天心選手とはやりたい。見てる人の記憶に残るような試合をしたいと、ナスカは天心選手との対戦を熱望しているようです。カメダ樹選手、先ほどのアンポルキア選手と同じく日本を盛り上げたい。ボクシング界を盛り上げたいという気持ちでいつもやっているので、本当立派だと思います。 しかも、これちょっといい話なんですが、チックチックブーンという絵がありまして、ミュージカル作家を目指している、まあ、30歳の男なんですが、年齢もチックチックブーンで次元爆弾のように期限が近づいてきておりまして、芸術仲間も次々就職していったり焦るわけですよ。でもなかなかいいものが描けなくて、でもある日それが解消されて、自分がこれだと思うようなものが描けるようになったんですね。 それが何かと言いますと、なぜかと言いますと、その理由はなんとですね、これちょっと次回に続けてもいいぐらいな感じなんですが、まあこの場でバッと言わせていただくと、周りの人を大切にしだしたんですよ。自分だけの成功のためにと思ってたら、焦ってできなかったものが、周囲の人たちにも目を向けて、まあ余裕っていうのかな、そういう精神状態になったら、ある種のスランプを抜けたんですよね。 多分、アンポ・ルキア選手や、亀田智トキ選手も、この法則に気づいているんじゃないかなと思うんです。他にもそういった選手いますけど、周りの人のためにやると、結果自分にも戻ってきて、全部が良くなるっていう。だから続けることもできるんじゃないかと。そして、スランプから脱出するというのは、そういう目線を超大きく広く、根本的なところまで広げてみるということでもあるのかなというふうにも思いましたね。 そして元ディープフェザー級チャンピオン、ジョビンさんのこのようなツイートバズっております。タケル選手が MMA に行くんじゃないかって感じになってるけど、俺がタケル選手ならボクシングに行く。絶対ボクシング向いてると思うし。で、その先にナスカ天心にリベンジしようとすると思う。 天心ともう一回交わろうと思ったらそれしかないしとのことですはいさらにボクシング界には武吉木選手もいますのでこれで武尊選手が本当にボクシング転向なんてことになったらボクシングブーム到来すると思いますそしてこちらもですね人のためにやっている自分のためだけにはもうできないとスシローの CM に 出てくるのは、いつだ、いつだといつも期待しながら見させてもらっている関根シュレック秀樹選手になります。はい。試合決まりました動画上げてくれておりまして、ホスト役はもちろんこの人、磯部師範。最強コンビですね。磯部師範は弟のようにはいかないよね、と。関根シュレック秀樹選手は、ゲームで言うと、一面、二面みたいにレベルが上がっていってる感じ。香坂さんがいなくなってしまったので、来人最年長、ヘビー級ファイター。相手は24歳。 こっちはもうすぐ49歳。秘策はなんと、艦長だそうです。<laughs> はい。そして、関根シュレック秀樹選手。過去、ライジンで、ロッキー・マルティネスに敗戦していることについて。結局、ロッキー・マルティネスに勝てないと、過去が払拭できない。今、高健心選手や、シビサイ・ショーマー選手らに勝っちゃうのが申し訳ない。ロッキー・マルティネスに俺が負けてるから、結局、ライジンのレベルが低く見られてしまう。でも、 今の俺、負けないからね。と、関根選手、これはしびれる一言でしたね。ここのところの関根シュレック選手、本当に力と自信がみなぎっていますからね。これまでの人生で一番今が強いともおっしゃっていますので。そして和田良学さん、レフェリーは続けるが、ライジンではもうやらないんじゃないかなともおっしゃっておりました。で、ラスト、今回の抱負は、かっこよく勝って、女性ファンを増やすことだそうです。 嘘ですと <laughs> 私のですね妹の旦那さんも関根シュレック選手好きで、この間の船木選手とのプロレスの試合もペーパービュー買っておりましたしいつもシュレック好き、シュレック好きと言ってて理由聞いてみたんですね。そしたら だって俺、ジャーマン好きだからと言ってましたので、はい。まず女性にはジャーマンに好きにな、ジャーマンに、ジャーマンを好きになっていただいて、その後、関根シュレック秀樹選手を好きになっていただくという、こういった手順でいいでしょうか。ただね、女性にどうやってジャーマン好きになっていただくかっていうのはね、そこの方法はまだ私は持っておりますが、はい。私ですね、関根選手と磯部志アのやりとり好きで、毎回ね、声出して笑っております。関根選手、実質今、日本で一番強い男ですからね。MMA のヘビー級でみんな倒しちゃってるってことは、 私も本当に今ちょっとね関根選手が負けるとは思えないですね。ライジン2連勝中、MMA4 連勝中、また熱い試合を期待します。昭和最強そしてこちらはライジンでケラオフ選手とも戦った。 ファンクラスバンタム級暫定チャンピオン中島太一選手、ツイッターで数日前から Q&A コーナーやってくれておりますので、いくつかご紹介させていただきます。まずは、今まで戦ってきた選手で一番強かった選手を教えてください。これに対しては、テイクダウン取れなかったし、カーフキック効いたことを考えると、堀江選手ですかねーと、これは堀江義則選手ですね。2年ぐらい前だったかな、戦って中島選手勝利しております。 今一番戦いたい選手を教えてください。強くて怖さのある選手とやりたいです。まあ、こういう名詞は特にないですね。試合前のジンクスありますか試合前はとある神社に行きます。ダン・イゲは強かったですかダン・イゲ選手は現在 UFC でフェザー級でやってて10位とかそのぐらいの選手ですね。7年ぐらい前に戦ってると思います。 かなり強くて、もうやりたくないと思いました。と、パンクラスでですね、戦ったのは。そして、中島大地選手といえば、愛妻家で有名なんですが、夫婦で一つのことを仲良く一緒にしている姿がとても素敵です。奥様との出会いが気になりますに対しては、ありがとうございます。ジムで出会いました。だそうです。そして、髪の毛伸ばさないんですかには、伸ばしたことはないんですよ。どっちがいいと思いますか もう少しだけ伸ばした感じも見てみたいに対しては願望はあるんですけど長くなってくると邪魔になって切っちゃうんですよとはい自分から聞いているんですが、まあ、その気はないようですそして「リカバリーのルーティーンってありますか?」には「おはぎと団子を食べることです」だそうですそしてバンタム級とフェザー級どっちもいける中島太一選手ですが次からはバンタム級でいきたいと思います とそして得意なタイプはボクサータイプ苦手なタイプは今はもういないなですねとのことです、はい、一言で言いますと、まあ、ジムに行くととと出会いいがあるということですね、はい、そして中島太一選手これはそれよりさらに数日前のツイートにはなってしまうんですが娘とお風呂で遊んでいたら急に真顔で見つめてくるからなんだろうと思っていると。 きれいなきれいなバナナ型の大きなうマルチがぷかぷかと浮いてきましたとも投稿しておりますまあ状況はねこういったものなんですが幸せと言っていいんじゃないでしょうかそしてですね皆さんトップガントム・クルーズのものですがその続編がものすごく面白くて世間的に話題になっているいたということはご存知でしょうかまずゴミ高則選手はトップガン最高芦田孝博選手もトップガン良かった 貴健選手、先日トップガン見に行ったんだけど、めっちゃ感動したな。ライジンアンバサダーくるみさん、トップガンやばすぎた、最高、もう一回最初のを見て、もう一回映画館で新しいのを見たい、泣きマーク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 ,マークと。そしてこちらは渡辺叶選手、数週間前から、 オルソケラトロジーの影響で、オルソケラトロジーっていうのは夜寝る前にコンタクトをしておいてですね、で朝取るとその一日は視力が回復しているという夢のような商品のはずなんですが、その影響で目にとんでもない数の傷ができてました。痛くて目が開かない、見えない、眩しい日々でした。ずっと目つき悪い人でしたが、一旦オルソをやめて治療しながらソフトコンタクトにしたらクリアで快適。目がパッチリ開いてます。 でも試合ではコンタクトはダメ、課題ということで、私も目が悪くなったら、このオルソをやればいいやと簡単に考えていたんですが、どうやらそうではないようですね。そして現在ですね、軽井沢に来ていますと優雅にですね、ワインを飲んでいるところの写真をインスタに投稿してくれている堀弁護士なんですが、他にはですね、リクト君にドルガバ T シャツもらいました、だそうです。はい、こういう心遣い、お互い気遣いがある関係っていうのは本当にいいですね。 そして、こちらはまず、ルイス・グスタブオチャンネル公式ツイッターから、さすがのシュメトフも今のロシアではツイッターに苦戦しているようだ、シュメトフのインスタから引っ張ってきましたと、ツイッターに規制が入っているようで、しかしながらシュメトフ兄弟、インスタで頑張ってくれておりまして、文章、日本語で書かれているんで読ませていただきますと、皆さん、友人の天心とタケルの正規の一戦が終了しました。彼らの灯した格闘技の火を消してはいけません。世界に波及させましょう。 9月のメガイベントへと物語は続きます。大会を世界に届けるのは、新来人ガール、アムガイ・プラティマ。我らがラッパー、芦澤隆盛です。田中耕輝も我々もメインは譲りません。まだ田中耕輝さんと戦うことは諦めていないようで。で、さらに、ミくるよ、メイウェザーがジョジョ園から来なくても、我らは一向に構わんと。メイウェザー選手、前回来日した時には、ジョジョ園でご飯食べたそうなので、その時の写真も添付されております。はい。 はい、というわけで本日は以上となります。高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。まさかあのカズエか誰でしょうかポポ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 ポ